ダーたけしとのバトルです。さあ、岩のように強くて硬い意志を持って立ち向かってほしいところ。これで打撃攻撃に強くなりました。強い攻撃決まった。これは効果的だ。両者とも大健闘です。この攻撃歩く一発。ここで地震攻撃狙い的中。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、この場面で軽い一撃。必殺、これは効いている。ここでダウンです。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでドームの登場だ。さあ、激しいバトルです。おっと、キノコの方、あーっと、眠ってしまった。おっと、ここは動けません。さあ、この眠りがバトルにどう出るか。さあ、今度は小さなダメージ。おっと、眠っていて動けません。ここでリフレクターの効果が切れたようです。白熱したバトルが続いております。これはどうだ。効果は今一つのようです。ここで目を覚ました。ここで一発ヒット、いい感じです。両者とも大健闘です。これ聖なる炎、よし、ヒット。なーっと力尽きたか。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでカイロスの登場だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで怪力攻撃、よし。おーっと、皮一枚で繋がった。この攻撃、あーっと、眠ってしまった。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。もっとここは動けません。強い攻撃、おっと、これは外れ。両ポケモンの間に体力の差がついております。おっと、まだ眠っています。さあ、この場面で当たった。バトバトのダメージ。さあ、激しいバトルです。ここで目を覚ました。この攻撃、よし、当たった。あっと、ダウン。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでトーナンスの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。白熱したバトルが続いております。さあ、ここで軽い一撃。おっと、カウンター、ヒット、いい感じです。あーっと、崩れ落ちた。さあ、使えるポケモンは両者とも一匹ずつしか残っておりません。ここでゴローニャの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。おっと、食べ残して体力を回復しました。現在のところ残るポケモンは1対1。ここで防御力はアップです。さあ、今度は、おっと、
攻撃が外れた。さあ両者とも激しくバルーンの火花を散らしております。おっと防御力がアップしました。さあこれはあっとまた外れた。両者とも大健闘です。これはどうだ、アルヒット。この攻撃いい当たり。さあ激しいバトルです。ここで防御力をアップです。さあこの場面でおっとこれは外れ。さあ熱戦が続いております。さあここで軽く当たった。さあ今度は当たった。ますますのダメージ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。カズミとのバトルを迎えました。襲いかかる2タイプのポケモンの水攻撃もバトルへの情熱の炎で湯気を立ち上らせることでしょう。ここで防御力をアップです。ここで目を覚ました。さあ今度は軽い一撃。両者ともまだまだ余裕しゃくしゃくといったところでしょうか。まだまだ能力をアップします。この攻撃小さなダメージ。さあ両者とも体力は互角、まだまだ余裕です。さあこの場面で軽く一発。さこれはどうだ、空中を捉えた。おっと日差しが弱くなりました。おっと黄金の実で体力回復です。強く照りつけていた日差しも和らぎ、戦える状況にも変化がありそうです。おっと威張っているぞ。
さあちょっと混乱した代わりに強くなりました。さあこれはアリスト。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。さあここで強烈な一撃。おっと皮一枚で繋がった。さあ熱いバトルが展開されております。ここでゴッドバード、これは効いている。あっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでゴルダックの登場だ。相手が弱っている今が攻め時だ。両ポケモンの間に体力の差がついております。おっと恩返し、よし当たった。おっとダウンだ。さあ次のポケモンを準備です。ここでトーナンツの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。あーっと大雨になりました。ここでミラーコード、おっとこれは外れ。さあ激しいバトルです。軽く一発。さあこの場面で、あっとまた外れた。おっと壁の口で体力を回復しました。両者とも大健闘です。さあこれは小さなダメージ。この攻撃、あっとこれも当たらない。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここでよしヒット。これはどうだ、重いヒット。さあっと一撃で倒れてしまった。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでスターミンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。発熱したバトルが続いております。ここで波乗りだ。よし、ここでノックアウト。さあポケモンは残り1匹。ここでメガニウムの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。ここで雨が上がりました。現在のところ残るポケモンは1対1。あーっと大雨になりました。これで特殊攻撃に強くなりました。展開されております。さあ今度はシュートに当たった。ここで一発、効果は抜群だ。さあ激しいバトルです。さあこれはここで葉っぱかった。決まった、これは効果でした。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。
千葉ジムのマーチとのバトルを迎えました。電気タイプのポケモンの放つパワフルな攻撃にひるまず勝利をものにしたいところ。
なポケモン展示です。ここでタワーズの登場だ。さあまずはあまり効き目がありません。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。技がうまく決まりません。さあここで軽く当たった。大きな攻撃がまだ続いています。おっと壁登って体力を回復しました。さあ両者とも体力は互角、まだまだ余裕です。さあこの場面でアルヒット。さあこれは急所に入った。攻撃はまだ続いているぞ。白熱したバトルが続いております。おっと催眠術、あっと眠ってしまった。おっと眠っていて動けません。すごいほどの攻撃だ。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。ここで目を覚ました。おっとこの技は失敗です。なんとこれは逃げられない。さあ激しいバトルです。この攻撃いた、これは完璧。あーっと崩れ落ちた。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでキレイ花の登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ今度は当たった、ますますのダメージ。この攻撃軽く一発。両者とも大健闘です。おっと防御力がダウン。あーここで小さなダメージ、なんとか持ちこたえました。さあ決戦が続いております。おっと全ての能力の異常が元に戻った。ここでギガドレイン、よし。ここでノックアウト。さあ次のポケモンを準備です。ここでゴローニャの登場だ。白熱したバトルが続いております。さあこれは決まった、これは効果的だ。こちらも反撃、これは効いている。おっと危ない、両ポケモンの間に体力の差がついております。あーっと大爆発だ、激しいヒット。ここでダウンです。あーっと両者共倒れだ。これは大変なことになってしまいました。ここでデリバードの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。ボールが開いてポケモンが姿を現します。これで最後のポケモンになってしまった。
両者とも大健闘です。おっと眠りもな、あっと眠ってしまった。おっと眠っていて動けません。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。おっと宿り木の盾、よし当たった。おっとここは動けません。さあ激しいバトルです。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。おっとまだ眠っています。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここであまり効き目がありません。ここで目を覚ました。ここで冷凍ビーム逆転をついた。これで勝者決定です。ここでステージクリア。